毎度京極ジェットです。はい、お久しぶりですね。まあ今日動画撮ろうってなったのも、あの先日行われたあのヘイニーとライアン・ガルシアのかな試合についてちょっと動画にしたいなって思ったことがあって、まあこの試合ってすごいこう世界的スーパースター同士のみたいなこう注目されてた試合やねんけど、まあ結果で言うとライアン・ガルシアがあの判定でまあ勝ったんやけど、うん、っていうのも何をあれしたのかっていうのも、まず計量、まあライアン・ガルシアがまあ計量オーバーしたっていうので約3ポンドかな 1.4 キロぐらいか、うん、まあオーバーしたっていうので、でなんかもうライアン・ガルシアがもうはかりの上でパフォーマンスでなんかビール瓶でビール一気飲みしてうわーみたいなやってるのがまあ SNS でこういろいろこう拡散されてて、まあ、僕はね結構過去の動画でもその計量オーバーについては結構こうね辛辣にこうダメだよねとかっていうような発言もしてるんやけど、まさかねあのこういう一流の選手でもなんか平然と体重オーバーしたっていうので、なんかこれはスーパーライト級のタイトルやったかな WBC のやねんけど、なんかねこういうもうタイトルマッチのベルトの価値っていうよりもやっぱこうビッグネーム同士での、まあ、試合に価値があるっていうので、まあ世界戦じゃなかったとしてもまあすごいこうファイトマネーを生むような試合で、なんかもうベルトっていうよりもお金になればみたいなね話題性優先というか、なんかそんな風に感じるなっていうのが思うねんけど、っていうのもこの試合で、まあ、1.4 キロオーバーしたライアン・ガルシアにペナルティーで8000万か9000万ぐらいまずファイトマネー減額、うん、でヘイニーサイドに何ぼやったっけな2億何ぼかな上乗せってことですか、だからもらうはずのファイトマネーを言うたらその2億5000万やったかな、まあ、渡したっていう、なんか1ポンドごとになんかすごい金額の罰金やみたいなんで、それでやったらやるよみたい な合意の上で行われたっていうので、まあ、自分も前回の対戦相手でフィリピンの選手とまあ試合したノンタイトル戦に決した時も、まあ、対戦相手が 400g オーバーしての、ただまあ当日の何時間前や3時間前くらいの計量で、まあ、これだけのっていうのを設けての試合が行われたんやけど、自分もそういう経験あんねんけど、まあ、この試合に関してはだからもうそういう当日計量とかもなく言うたらもう罰金お金っていうので、まあ、折り合いがついたっていう。で思うのがこれって体重オーバーした時点でもう試合は行われるべきではないっていうコメントが結構そう SNS でもあるねんけど、これって確かにその言い分すごいわかるねんけど、見ててこうなんかちょっとこう違和感というか、まあ、引っかかる部分でっていうのが、もちろんその 1.4 キロっていうのはもうすごいこうサレード 1.4 っていうこの格闘技においての 1.4 キロっていうのはすごい大きな数字やねんけど、ただ体重をちゃんと作ったのにオーバーされた側の選手の立場で考えた時に、例えばっすよボクシングじゃなくても普通に仕事で例えば取引先の人との納期これまでにこの仕事を完了させてくださいねっていう条件が相手のミスで間に合いませんでしたってなった時に、じゃあもうこの取引で行われたお仕事っていう発生する賃金はもう一切もらえないってなった時に、自分はいや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 ってちょっと待てよって、こっちはちゃんとそのこの仕事に対して合わせたのにそちらのミスで一切もう何もなりませんっていうのって、ちょっとお金ちゃんと払ってよ正規のってなるじゃないですか、はい、でもこの場合このファンの人たちがもう体重オーバーした時点で試合はもう成立させたらダメだみたいな、まあ、これとイコールで話するのはナンセンスなの分かるし、話せる内容じゃないのは分かるねんけど、体重作った対戦相手側の立場になった時にちょっとでもオーバーしたらもう試合は中止ですっていう判断が下された時に、ファイトマネーでじゃあもらえんのとか、その試合に向けてめちゃくちゃきつい練習を何ヶ月も準備してきたこっちの身になってほしいなっていうのは、確かに一概にそのいやもう行うべきじゃないよねみたいな、これはもう試合はやっちゃダメだよっていうのって酷やなって思って、思わないですか。例えばそういう仕事してて取引先の相手の中のミスでその納期に間に合いませんでしたってなった時に、じゃあもうこれはもうなしにしましょうで解決する話じゃないじゃないですか。じゃあ今までかけてきた経費どうすんのとか、どう責任取れるのってなった時に、多分おそらくファンの人がそのプロモーターとかそういうところにから
補填されるべきであるみたいな、そういう保険あってもいいんじゃないっていう意見もコメントしてる人もいるねんけど、まあ、簡単じゃないですよね。いや、いろんな人が関わってるかかってるし、めちゃ迷惑かかってるし、だからこそ体重は最低限、その体重はパスしようよねっていう。やっぱイレギュラーなね、その直前に、まあ、病気にかかってたとかもあるから、なんとも言えへん。もうほんまにただいろんな人を巻き込んでのこういうイベントっていうのはそういうものだと思ってるから、より普段からちゃんとしようねって思うし、でもそのコメントでいやもう成立するべきで、試合なんか行われるべきではなかったみたいな、うん、結構それはでもね観客目線です。そうですよね。でもまあまあ分かると思いながらも、だからあのエマネル・ロドリゲスってあの IBF のバンタム級もの今現チャンピオンも、以前あれ誰の時だ、カシメロの時かな、じゃあネリかなんかの時に世界戦来ましたけど、ちょっとオーバーして、はい、あネリやったっけ、どっちか、ごめんなさい、どっちか定かなんですけど、ちょっと前に会って1ポンドでもオーバーしたら俺はもうやりませんっつって、結局試合やってないんですよ。その決断できたのはすごいなって思う、ロドリゲスがあるんですよ。だその時はやっぱそのボクシングファンの人もこうすごいなっていうようなこう称賛というか、それはもう本当その通りだみたいなコメントもすごいこう目にしたし、それはすごいなって思ったんやけど、一概に、だから自分もこの前ね、相手が400オーバーかな、オーバーした時に、俺やれへんもんってなった時に、じゃあ払われるはずやったファイトマネー、チケットのバック、スポンサーのお金とかっていう、本当ね、1000万単位のお金っていうのは、どっからじゃあ補填されるのってなったら、誰も、俺じゃあするわっていう人って多分手挙げる人もいてないと思うからさ、難しい問題やなって思う。まずこれが第一、思った、こうまあ違和感っていう引っかかる部分っていうかね、なんやけど。その罰金制度みたいなのはないんですか？いやだからライアン・ガルシアが変異に払ったのあったしな、8000万か9000万、それ普通ではないんですね。いやもう額が額ですよね。普通にどの試合もそのぐらいのペナルティーっていうのはないです、うん、それに払われるはずだったファイトマネーのうちの多分パーセンテージだと思うんですけど、まあ、結構な額ですよね。多分ファイトマネーもそれなりにあったと思うんですよ、多分2桁億ぐらいの。でもそれでも多分ライアン・ガルシアがどういう経緯でああいうパフォーマンスに立って退場オーバーしたかっていうのも分からんねんけど、で結果はまあ3回ダウン取って、まあ、序盤はヘイニーがこう優先的に戦ってたけど、1回目のダウンが6ラウンド目かな、なんか中盤に左フックでもうダウン取ったんやけど、まあ、トータル3回ダウン取っての判定で、まあ、ライアン・ガルシア勝ったんやけど、でその勝った後のコメントでもなんか勝利者インタビューでリング上で俺はイカれたやつだと思ってたかみたいな、こうファンとかに対してアンチとかそれに対して俺はイカれてると思ってたんかみたいな、俺はまともやみたいな感じのこと言ったらしいですよ。で後日談でこれも定かじゃない、これはなんか誰かが言ってたんですけど、多分なんかの記事かわかんないですけど、だからライアン・ガルシア自体が自分にベッティングしてたらしいですよ。だから勝利予想のあるじゃないですか、そういう海外とかでも全然あるあれなんですけど、はい、ライアン・ガルシア自分自身に勝ち予想になんか200万ドルかけてたらしいんですよ。だからああいう、こう精神的になんかもうバービール一気飲みしてブワーみたいな、もうちょっと挙動不審なことやって、もうファンとかもこいつちょっと薬やってんじゃねえかみたいな、ちょっとおかしいんじゃないみたいな感じのパフォーマンスしたのもなんか戦略やったんかなっていう。で自分自身に200万ドルをかけて結果まあ当たって、なんか1200万ドル、だからトータル18億円ぐらいか大金を手にしたみたいな、まあ、これは事実かどうかわからんねんけど、そうやって書いてる人もおったから、まあ、そういうこともあり得る話なんかなって、こう自分の勝ちにかけるっていう、はい、でもそれ考えた時に包丁できるっすよね。自分に勝ちじゃなくても相手に勝ちの予想にかけて自分はもう戦意喪失しますみたいな、だからこれもそのあり方どうなんかなって思う。なんかそういうベッティングって選手自身とかはそういうのはもう参加できないとか制約も受けなあかんのちゃうかなって思うよね。なんかそういうのあると難しいですよね。なんか見え方がそう、やっぱ競馬とかだと馬じゃないですか、でボートレースがやったら船の何号艇とかっていうあるから何とも言えんけど、ボクシング格闘技って何とも自分自身のコンディションなんで、もう自分はもう勝つ気もない、でもパフォーマンスで俺は行ったんぞみたいな感じのパフォーマンスして、実は相手の方にすごいお金の金額かけてましたってやったらできるわけじゃないですか。そうですね。だからこれはどうなんかなって思うよね。だからいろんな問題がこう露呈したっていうか、この試合に関して。で、ほんとね、もうスター同士の試合で、中にはね、体重オーバーしてなかったらとか、いい試合やったのに、みたいなコメントしてるともう、ちらほらいてるけど、僕が思うに、体重オーバーした試合に価値はないと思うんですよね。
やっぱりケチつくじゃないですか。体重オーバーした人が勝ってもちゃんとやってればってなるし、その人が負けてもベストじゃなかったとかさ、こうフェアじゃないよねっていう。相手も怖いですね。まあね、初戦 1.4 キロやんけっていう声も上がってもおかしくないかもしれんけど、僕からしたらその 1.4 ってすごい大きいな数字やし。いやそうよね。だから最近ほんまにね、体重オーバーとかっていうのは日本でもそうやし、めちゃくちゃ多いから、うん、で自分もこの撮影してる日っていうのはもう僕も5月11日に試合決まってて、3週間切ってあと18日かな試合まで、まあ、体重もね順調に落ちてきて、あともう5キロ切ったぐらいなんで順調には来てるんですけど、やっぱねこう日頃からのこう体重のコンディショニングの管理だったりっていうのはやっぱしないとダメだよねっていうのと、うん、だからまあヘイニーにとってはもうやらなかったらよかったんちゃうっていう声もあるけど、でもこれに関して思うのは、やるやれへんの決定権は体重オーバーした側じゃないと思うんですよ。体重オーバーした側がお金払うからやってくれって、もうそれは違うと思うんですよ。オーバーされた側が条件つけて行うっていうのがもう絶対やと思う。だからもう主導権としては体重オーバーされた側に決定権があるんかなって思う。だからそのヘイニーに対しても、ヘイニーサイドに対しても、そのやっぱお金で解決しちゃったのがちょっとしたこうミスやったんかなって思う。だから当日の試合3時間前の計量、体重を設けてればとかあるじゃないですか。スーパーライトやからまあ 63.5 か、だからまあその試合ギリギリまでで66キロまでに抑えとくとか、そういう条件を設けとくべきやったんじゃないと思う。だから多分 1.4 キロオーバーしてたってわけやから 64.9 キロかな。そっからもう体重制限の条件の中で多分試合までにもっと増やせるから、あんまり意味なかったんじゃないって、お金でやっちゃったのはちょっとミスなじゃないかなって思うから、まあこれに対してはね本当にあんまり素直に喜ばれへんあれやったかなっていう。すごい試合ではあるけど、まあ、価値はあるのかっていうと、僕はあんまりあった試合なのかっていうのは思わないので、まあいろんな意見あると思うんで、まあ、この動画見たファンの皆さんはぜひねコメント欄でもいろんな意見書いてくれたらと思うんでよろしくお願いします。あとね、さっきも言ったんですけど、僕も5月11日に試合決まってて、プロ20戦目で世界ランカーで、6年前に世界戦でも戦ったことあるフィリピンのビンス・パラ選手と、まあ、決まってるんで、ぜひね、まあ、会場は韓国なんですけど、韓国のインチョンのパラダイスティのシティのホテルでメインイベントで戦うんですけど、まあ、韓国に現地に足運べないっていう人は U-NEXT で放送あるので、ぜひそこから見て応援してくれたらと思うので、ね、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりだと思います。バイバイ。